私は隠し味担当、司くんは生地担当。オッケー？任せてください。他にもソータの好きなごちそうたくさん用意しなきゃ。忙しくなるぞ。ところで司くんって料理はどれぐらいできるの？この前フランベっていうのをやりました。焦がしちゃいましたけど。頼りにしてるよ。ん？誰かな？ちょっと見てくるね。まさかソータくんが戻ってきたとか？まさか。タルトの生地に必要なのは薄力粉と小麦粉と砂糖、卵黄。司、大丈夫？もちろん。レシピはあるんだ。それをきちんと守れば下ごしらえの時点でミスなんてしないって。バターを50g。あんたね、そんないちいち細かく測ってたら日が暮れちゃうでしょ。え？ミチル？それにザックも？どうして？手伝いに来てやったのよ。ミチルがさ、ソータ君のことやっぱりほっとけないんだって。でもこの前は手伝わないって。気が変わったの？マーシャさん、私も協力するわ。助かる。正直司くんってあんまり戦力にならなさそうだったから、よろしくね。司、ほら貸して。わー、やるね。もしかして料理得意なの？子供の頃からやってたから、父さんの分も私が作ってた。へえ。ぼーっとしてないで、司は薄力粉を用意して。アイラ、ザック、あんたたちはイチゴのヘタ取り。じゃ、ふるいながら入れて。よし。あれ、まずい。わっしゃ。ごめん。これだから素人は強く振りすぎなのよ。これぐらいでいいの？わかる？なるほど。焼き上がるまでだいたい30分くらいかかるから、それまで休憩しよう。はぁ、ミチルが手伝いに来てくれて助かったよ。別にあんたのためじゃないから。同じアンドロイドチルドレンとしてほっとけなかったの？あの子、ソータ君は意地を張り続けるだけ。それが辛いことだって自分でわかってるのにね。あのさ、ソータ君の気持ちがわかる気がするって前に言ってたよね。それってつまり。ええ、私の父さんじゃなくて保護者って言った方がいいのかな。3年前に回収されたわ。ただ私の場合はソータ君とは逆だった。父さん一人にずっと育てられてきたこともあってね、必死に繋ぎ止めようとしちゃったの。そのせいで父さんはワンダラーに。
どういうこと？ギフティアはね、81920時間を過ぎると人格や記憶が徐々に消えていくの。だいたい10時間もするともう本能的な行動しかできなくなっちゃう。意志も人格もなくて、でも運動能力は残ってるからあっちこっち歩き回る。それでワンダラーになったケースでもおよそ9割は特に抵抗もなく捕まえられるの。居場所を把握するのは大変だけどね。残りの1割は？滅多にないケースだけど、人を襲う場合もある。とにかく回収対象をワンダラーにしてしまうのは最悪なケースよ。私たちはそうなる前にきっちり回収しなきゃいけないの。もし回収できなかった場合は？回収するの、何としても。でないとみんな辛い思いをする。ミチル。って、なんであんたがそんな顔してんのよ。ありがとう。俺なんかに話してくれて。なんかとか言うんじゃないわよ。あんたはもうターミナルサービスの人間なのよ。同情してほしくて話したわけじゃない。過去の事例を知って、学習して、次に生かすの。うん。そうするよ。わかればいいけど。ただいま。来た。今だ。お誕生日おめでとう。待ってたんだよ。さあ座って。僕、別に祝ってほしいなんてお願いしてないけど。もう、そうだったら照れちゃって。本当は嬉しいくせに。こんなことしないでって言ってるんだよ！こんなことされたって、どうせみんな僕を置いてどっか行っちゃうんだ。こんな嘘ばっかりのお祝いなんて、いらないよ。これ、ママのいちごタルトだよ。こんなの。美味しくないよ。そうだ。ママが作ったやつの方がずっと美味しかったんだから。マーシャ、ごめんね。嘘つきだなんて言って。私はいなくなっちゃうけど。これからもずっとずっと一緒だからね。またそうやって適当なこと言うんだ。でもね、これは嘘じゃないよ。本当の本当の気持ち。私はこれからも
ずっとソータのこと見守ってるから。私だけじゃないよ。パパやママも一緒だって言うんでしょ。うん、そう。ありがとう、マシャ。今朝言ったよね。これは、ソータ君にとって、本当に幸せなことなのかって。うん。今回のことが、ソータ君にとって幸せなのかどうかは、俺にはわからない。それでも、少なくとも、マーシャとは仲直りできただろ？それって、悪い思い出のままで終わっちゃうより、ずっといいと思わない？やあ、ソータ君、どうかした？あ、マーシャさんは元気にしてる？ソータ君？マーシャが、帰ってこないんだ。朝買い物に出かけて、もう4時間ぐらい経ってるのに、帰ってこないんだよ。今までこんなことなかったのに。今すぐそっちに行くから、落ち着いて待ってて。いいね。それで、マーシャさんがどこに行ったのかは、本当に心当たりがないの？うん。買い物だけならいつも30分もあれば帰ってくるし、マーシャの端末にも連絡してみたけど出てくれないし。そう。ねえ、今朝家に来たおじさんは、司さんたちの知り合いでしょ？きっとその人なら、マーシャがどこにいるか知ってるよ。連絡して、マーシャを連れてきてよ。おじさん？ソータ君、その、おじさんについて詳しく教えてほしい。今朝、この家を訪ねてきたの？うん。マーシャが出かけて、ちょっとしてから。どんな話をしたの？マーシャはいるかって。ターミナルサービスのものだけどって。つかささんやアイラさんはって聞いたんだけど、自分は代わりに来たって。それで？マーシャがどこにいるか聞かれて、今買い物に行ってますって。マーシャがいつも行ってるショッピングモールの場所も教えた。つかさん、闇回収屋の可能性が。ねえ、つかささん！どうして連絡してくれないの？あのおじさん、知ってるんでしょ？ねえ、お願いだよ。それは。つかさん。ソータは賢い子だと思う。下手にごまかすべきじゃない。ソータ君、
そのおじさんは君のことを騙してマーシャさんを連れ去ってしまったのかも。あ、嘘。大丈夫、必ず俺たちでマーシャさんを見つけて連れ戻してくる。だからここで待っていてほしい。約束だ。うん、お願い。というわけで、闇回収屋が接触してきたのは間違いなさそうです。そうか、わかった。他の案件は全部後回した。とにかく全員で手分けしてマーシャを探す。これってさ、やっぱり部長には連絡した方がいいよね。そっちは任せるよ。和樹さん、すみません。謝ってんじゃねえ。まだ闇回収へに連れてかれたって決まったわけじゃねえだろ。大丈夫だ、まだ時間はある。はい。ダメだ、どこにもいない。もしこのまま見つけられなかったら。一度探したところももう一回回ってみるべき。根気よく探そう。そうだね。実はこの間ミチェルから聞いた話が頭から離れなくて、最悪の場合人を襲う場合もあるってやつ。アイラはワンダラーのことをどれぐらい知ってる？ワンダラーは基本的にはおとなしい。人を襲うなんてよほどの悪条件が重なったレアなケースなので、だから今は悪い方に考えない方がいい。そうだよね。ありがとう、アイラ。お前、昨日から寝てないだろ。少し休めって言ったのに。いえ、俺は大丈夫ですから。お前は大丈夫でもアイラが。私も平気なので。はぁ、まったく。それで、何か手がかりがあったんですよね。ああ。この先にあるスラム街区にサビネズと呼ばれる男が住んでいるそうです。そいつが闇回収屋の可能性が高い。ただアジトの具体的な位置はまだ。それでもノーヒントよりはマシだろ。ええ。この先は現在封鎖中です。迂回してください。R セキュリティか。やっぱり出張ってきやがったな。R セキュリティ？うちの会社と業務提携している民間の警備会社。封鎖中ってどういうことだよ。警察でもないのに、あんたらにそんな権限ないだろ。ご協力をお願いします。ご協力ね。だが、こっちもこの先に用があるんだ。どうしても通さないって言うなら責任者を出しな。和樹、もっと穏便に交渉した方が。何を騒いでる。あ、あんたかよ、東雲さん。三年ぶりか。
居場所を特定できるようなものがあればいいのに。ギフティアにはそういう機能ってないんですか？特定のギフティアがどこにいるか探知するような。ないない、アンドロイド保護法にも書いてあるじゃん。発信機みたいなものを組み込むのって法律で禁止されてるんだよ。人権保護の問題でね。ほれ、司も。ワンダラーになると厄介なんだよね。何しろほら、相手はリミッター外れてるから。リミッターですか？車ぐらいなら簡単に持ち上げられます。え？そんなわけなんで、ワンダラーを捕まえるためにはこっちもギフティアに本気出してもらうか、あるいはこいつを使う。これってソフトウェア破壊プログラムです。スポッターだけが使用を許されている緊急時の最終手段です。スポッターだけ？マークスマンは使えないの？はい。見た目は銃だけどさ、実際に弾を撃ち込むわけじゃない。こいつを向けた対象のギフティアにウイルスデータを送り込むようなものだと考えればいい。そうなるとギフティアは強制的に全ての機能が破壊されるのさ。周りを巻き込む心配もない。これを打ち込んだとして、その後回復はするんですか？いいえ。そうですか。ま、これはもしもの時用だ。その前にマーシャを見つけられれば問題なしだよ。だからそんなに深刻に考えんなって。はい。よう、カズキ、連中はなんて？ R セキュリティは闇回収屋を追ってるんだと。その潜伏場所がこの一帯だから誰も出入りできないように封鎖したんだそうだ。こちらの情報と大体一致しますね。ああ。マーシャについての情報はありましたか？スラムの住人が女を肩に抱えて歩いている男を目撃してた。おそらく闇回収屋とマーシャだろう。いいか、ここからは R セキュリティと協力する。正気ですか？なんであんな奴らと。ミチル、今はこらえろ。連中の目的はあくまで闇回収屋だ。マーシャには手出しさせねえさ。私は R セキュリティからもう少し情報を引き出してみる。なんとしても私たちの手でマーシャを保護するぞ。いいな？それと司。はい。アイラが無茶しすぎないように見ててくれ。いいな？わかりました。お前もだぞ。無理はするな。場合によっては安高に任せろ。はい。信じられない！あんな連中と組むなんて。あんな連中って R セキュリティのこと？なんでそんな目の敵に？ギフティアを物としてしか見てない連中だからよ。カズキさんだってあの時あいつらのせいで足に大怪我したのに、どうして？そういえば R セキュリティの隊長っぽい人とカズキさん知り合いみたいだったね。もしかしてミチルのお父さんに関係してること？ねえねえ、つかさ。
そうやって僕何にも知りませんって態度取ってれば何でも答えてもらえると思ってるの？ごめん。ふん、司がバカで無神経なのは知ってるし。3年前、私の父さんがワンダラーになったことは話したでしょ？その時の回収担当者が、和樹さんだったのよ。でも私は、回収されるのが嫌で、父さんと一緒に逃げ出したの。二人だけで、誰も知らないところへ、ね。父さんはもう記憶が壊れかけてたし、当時の私は中学生で、そんな二人じゃ、結局、そんなに遠くまで行けるわけもなかったんだけど。だから、和樹さんにはあっさり見つかっちゃった。和樹さんはね、父さんの状態を見て、すぐ保護しようとしてくれたの。和樹さんが、父さんの機能停止プログラムを作動させるだけの、あとほんのわずかな時間さえあれば、そこで、終わっていた話。だけど、その時 R セキュリティの連中が現れて、あいつら、和樹さんや私の話なんて聞こうともしなかった。とにかく強引に、父さんを。それで刺激されたのか、父さんが私に襲いかかってきて、それをかばった和樹さんが足に大怪我を負って。R セキュリティはそれを見てパニックになって、銃を使った。私の父さんを、私の目の前で、蜂の巣に。もういいよ。ごめん。そんな辛い話、思い出させて。同情しないで。父さんがそうなったのは、自分のせいでもあるんだから。一番悪いのは私だけど、あいつらさえいなければ、あんなことにはならなかったっていう気持ちもあるの。俺は、今俺にできる仕事をするよ。蒼太くんのためにも、絶対にマーシャさんを見つけて保護する。和樹さんだって、マーシャさんを見つけることを優先したんだと思う。君のお父さんに起きてしまったことを、繰り返したくないんだよ。私だって、それぐらい理解できてるわよ。どっちが先輩なんだか。ザック、今なんか言った？別に。っていうか、いつまで喋ってるつもり？探さなくていいの？そうだね。行こう。聞こえる？どうした？今 R セキュリティの連中と一緒にアジトを見つけた。出し抜いてやりゃよかったのに。情報交換の賜物さ、物は使いようでしょ？で、どうだ？侵入してみたけど、物気の殻だな。マーシャは見当たらない。おっと、闇回収屋さんはのんきに寝てたみたいだよ。こりゃ完全に伸びてるな。ということは、まずいんじゃない？これ。安高、引き続き手がかりを探してくれ。
みんな聞いてくれ。アジトの状況からマーシャは単独で逃亡した可能性が高い。逃亡って、もう時間的にはワンダラーになってる頃だ。しかも人に危害を与えた可能性もある。相手がどんなクズでもそれは良くない状況だ。ちょっとでも刺激を与えれば暴れ出す危険があるってことだからな。でだ、これ以降マーシャの保護は諦める。どんな手を使ってでもマーシャを止めろ。言ってる意味はわかるな。ここで私たちが何もしなくても R セキュリティの手でマーシャは破壊されるだろう。だからさ、せめて私たちの手で責任持って回収してやろう。これも私たちの仕事だ。こんなことになるなんて。マーシャを見つけたとしても司は見ているだけでいい。アイラ、私が何とかする。司は司のできることをやった。なのでこの先は私の仕事。役割分担ってそういうことでしょ。ああ、わかったよ。司、下がって。マーシャさん。マーシャ、思い出はあなたにとっては辛いものだった？それとも。マーシャ！ソータ君、なんでここに。まずい！逃げろ、ソータ！大変だ！大丈夫？すごい力だった。ごめんなさい。なんで謝るの？マーシャを保護するチャンスだったのに。アイラのせいじゃない。私は平気なので。マーシャを追いかけよう。何言ってるんだ、無茶だよ。司、足手まといにはならないから。アイラ、
和樹さんに報告しよう。どうした？和樹さん、すみません。マーシャを見つけたんですが、ビヨン地区の方へ逃げられました。それと、ソータ君が今、マーシャと一緒です。アイラは無事か？いえ。だから言わんこっちゃない。エンジニアをよこすから、司たちはそこで待機しろ。アイラに無茶させるな。待ってください。俺一人でマーシャを追いかけます。司、バカ言うな。お前一人で何ができるって言うんだ。